します。ではスライドをお願いします。マーダーミステリーとはプレイヤーが物語の登場人物になりきって行動する犯人探しのゲームです。次のスライドをお願いします。登場人物の中に犯人がいます。あれなんか持ってる人いますね、はい、なんか持ち続けて一人だけ持ち続けて、そうですね、ずーっと持ってんだよなこの人これ毎回これなの、毎回これ持ってんねんな、まあまあ、毎回ですね犯人役の目的は先ほどの通り犯人とバレないこと。他の方の全員は犯人を捕まえることが主な目的ですが、サブのミッションとして全く違う目的が課せられていることもあります。なるほど、全部達成するようにそれぞれ頑張りましょう、うん、まあ酒をこっそり購入するとかね、バレバレやん、そんいけるいけるかな、どうなんだろうな、バレるかな、バレちゃうかな、ちょっとバレそうだな、バレそうだな、はい、地球を手に入れるもバレそうですね、バレないです、はい、ではお次行きましょう、達成難しそうだな。全ての話し合いの時間が終わった後投票の時間となります。一人ずつ犯人と思わしき人物を指名し推理を披露してください。その後チャットで正式な投票となります。今回指名した人はされた人は反論が可能となりますので、うわおー、まあ、例えばラプちゃん怪しくないって言われたらラプちゃんはうるせえ怪しくねえということができます、はい、すごいレスバやレスバ、はい、うるせえっつってレスバ得意ですよ、うん、騒がしくなりそうですね。では次行きましょう。これ誰が逃げてんの。最後に投票で犯人を指名して拘束しますということでね、以上、はいはい、はい、そしてなんかちょっと読みにくいなスライドすごいな、この調子の角が邪魔だな、ふざけまくってる、うん、大変なことになってます。ご視聴の皆様へ、はい、この放送はプレイヤーにはコメントが非表示となっております。はい、はい、なのでコメントにね反応ができませんので温かく見守りお願いします。お願いします、お願いします。はい、はい、以上ご説明となりますが。